お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、なんかご報告があるということで回させていただいてるんですが、はい、どうされました？いや、別になんもないよ。いやなんかあばら折っちゃったらしいじゃないですか。あばらね、なんかあばらの、ね、骨ひび入っちゃって行っちゃったんだよね。それはもう どうしてなんですかね。朝のね、はい、まあ、バイトやってんだけど、まずね、はいはい、アルバイトやってて、トラックを乗るアルバイトを、まあ、やってるんですよ。まあ運送業ということ、うん、はいはい、そうそうそう。朝一番の現場に入る前に会社で、まあ、トラックのコンテナをガッと開けて、で、資材何が必要かなと、はいはいはい、まあ、トラックの中見て、まあ、ちょっとね、見えなかったんですよ。それでトラックの荷台に上がろうと思って、まだ煽りが閉まった状態で、はいはい、でその煽りに足を引っ掛けて、はい、まあトラックの中を見ようとしたんですけど、はい、まあそれで転んでって感じですね。ああ、なるほど。絶対違うとこ撮ってるから、うん、もう分かってる。そしたらじゃあそのあれを説明してもらっていいですかね。その今説明したじゃん。いや、体現というか、そのじゃあこれを煽りと見立てて、このコツ言ってるのに。いやいや、もちろん実際そのぶつけなくてもいいですけど、まあじゃあこれが煽りです。トラックのね、あの荷台の部分ですね。煽りがわからない人もいるんで、あのこのこういう形したトラックのあの荷台のそこにじゃあ足をかけようとしてっていうことですよね。そうそうそう、だからパッてね、トラックの荷台上がって、はいはいはい、でまあ、まあ煽りが閉まった状態、はいはい、うん、よいしょって、はいはい、ああ右足から、そうそう、乗っ、右足から行ったんだけど、前日雨が降っててちょっと濡れてたのね。なるほど、そこの足元が、そう、はいはい、で、やって乗って、つるってする。え、その上は何を掴んでるんですか。上のこの、いや、箱車だから。ああ、その箱車って言われても多分分かんない人もいるんで、まあ、このトラックってさ、まあ、平ボディと箱車があって、まあ、だからセブンイレブンとかのトラックがまあ箱車、はいはいはい、うん、まあ、あんな感じ。でもあれって繋がってるじゃないですかの、ほろ、まあ、カーテン式のね、はい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 、で、その枠組みがあるんだけどさ、その枠にね、あ、捕まって何かなと思ったら、チュッとするそのままバゴーンって、あーで相当痛いですよね。そしたら相当痛い、全体重その油に乗っかったって感じで乗っかったね。悶絶してたよ、俺。ああ、一番。なるほど、それ酔っ払ってたんですか。え、酔っ払ってたんですか。最低だぞこいつ。まあということで気をつけてください、はい、あれなんで。そうですね、まあ、それが10日前でね、ちょ、まだ痛いんですよ。あ、まだ痛い。先週も結局それでね、うん、動画撮るって言ったんですけど、うん、まあ、動けないと言われて、うん、今日もまあちょっとまだ良くなってないということなんで、ちょっとその皆さんにその一言、その運送業同じやられてる人たちに対して、うん、そういうことが起こらないように、はい、なんか一言アドバイスがあれば。まあ、荷台乗るときは煽りを下げてください。まあ、もうそれに限ります。先にね、はい、うん、まあ、わかりました。はい、ありがとうございました。バイバーイ。来た。え、投げた？あ、ちぎったみたいにくっついて。でかいのかな。いや、臭かったんじゃない。あれ、あんま美味しそうじゃねえな。あ、でも食った。いや、タイプじゃなかった。入るかな。入るかな。めっちゃ見られてます。